はいどうも、まさんです。今日のニュースはこれ これですよ。はい。アメリカで、アメリカで、安倍総理がめちゃめちゃ高い評価を受けているという、そういう記事です。はい。アメリカでのね、安倍さんのね、評価ってね、めっちゃ高いんですよ。はい。高すぎて、高すぎて、アメリカで、こんな雑誌が発売されることになっちゃいました。はい。これ後で読む、読むけれども、はい。アイコノクラストっていうね、あの雑誌なんだけど、はい。安倍さん超評紙です。安倍さん超評紙。はい。これを見てもわかるようにね、アメリカ国内で安倍さんのね、人気ってね、めちゃめちゃ高いんですよ。 超評価されてるんですよ。はい。にもかかわらず、にもかかわらず、このタイトルはい、見て、え、韓国や一部国内とは正反対。はい。超高評価の安倍首相っていうね、これ。はい。韓国とか一部国内のメディアからは、え、厳しい評価の安倍首相だが、アメリカからは非常に高い評価を受けているっていうね、この記事なんですよ。気持ちいい。気持ちいい記事。もう韓国とか一部国内メディアとかどうでもいいよね。うん。 いや、気持ちいい。で、この間もね、動画にしたんだけど、あの、オーストラリアからも、あの、安倍首相で評価めちゃめちゃ高いじゃないですか。あのね、基本的にね、世界の中で安倍さんのね、評価ってめっちゃんこ高いんですよ。まあ、民主党政権時代にね、もう凹みに凹んだあの、日本をね、よくぞここまで立て直したと。 今、なんか世界は、ね、結構日本に注目してるみたいです。この記事読んでいけばわかるけど。うん。だからね、いや、やっぱ安倍さんすごいね。安倍さんすごいね。うん。だからね、あの、安倍さん嫌いな人はもうここで動画切ってください。安倍さん嫌いな人はここで動画切ってください。きっとね、キ

いたね、ウっってなっちゃうから、うん、だから、ここから先は、もう、安倍さん好きな人と一緒に、はい、この記事読んでいきましょう。気持ちいいですよ。はい。韓国や一部国内とは正反対。はい。超高評価の安倍首相、一部国内ってどこでしょうか。<laughs> ほとんどのテレビメディア。<laughs> そうだね。はいえ。ボーゲル、カーチスラス、カーチスラが幾度に絶賛する、え、アメリカ新著書というね、このある、これね、本の紹介っぽいんだよね。どうやらね。ちょっと <laughs>、よくわからないんだけど。はい。いきますよ。え、安倍晋三総理大臣が8月2 24日第二次政権発足後の連続在職日数が歴代単独1位となった。おめでとうございます。はい。うん。折しも、その安倍総理が8月中旬から数回にわたり、東京品濃町の、えー、慶応大学病院で検査を受け、健康不安説が広がっている。はい。マスコミは大喜びでしたね、これね。<laughs> 本当に人手なしだよね、これで喜ぶ人ってね。うん。えー、自民党党内には新型コロナウイルス対応なので疲労が重なり、持病の海洋性大腸炎が悪化したとの見方が出ている。 すわ、スはポスト安倍をめぐる、え、与党内議論も流動化していると。はい。だから、ま、河野さんとか石破さんとかいろいろ名前が上がってきてるよね。うん。で、安倍氏が後継者として期待してきたとされる、え、岸田文雄政調会長か、え、各種世論調査で人気の高い石破茂元幹事長か、石破さんだけはやめてほしい。はい。それとも、え、継承順位2位の麻生太郎財務省兼副総理か、あるいは菅官房長官の一時的なリリーフ当番か、ま、いろいろな案があるよね。河野さんちょっと 名前入れて欲しいいんだけどな、ね、えまあいいや、えー、アメリカは、えー、大統領選に向けての民主共和両党の全国党大会竹縄ということもあり、あえー、米メディアは、えー、安倍総理の健康不安説までは際回らないと。はい、だが、えー、アメリカ国務国防領省や民間のジャパノロジストたちは安倍氏の健康不安説に強い関心を示している。安倍氏の、えー、無二の親友、<laughs> 安倍氏の無二の親友ドナルド・トランプ大統領の耳にもこの情報は間違いない 入っているに違いないはい。トランプさんももしかしたら心配してるかもしれませんねはい。そうした中圧倒驚くようなタイトルの本が出ると発売は11月1日と、えー、あ,あと何日あと何日もうあと2ヶ月ぐらいかなもうちょっとかな <laughs> <laughs> え、アイコノクラストとは、えー、製造破壊者。えー、ちょっとこめんさい。え、ザ・アイコノクラスト、お新造ア倍ニュージャパン、ザ・ニュージャパンっていうね。おほほほこれすごいタイトルだね。すごいタイトルだね。ザ・アイコノクラスト、新造アベザ・ニュージャパン。安倍心臓とは新しい日本っていうね。これは、これは安倍さんファンにとってはたまらないね。これどうにかして手に入れたいね。手に入れたいね、これね。アマゾンで買えるかな買いたいな。お、まあ、いいや。 で、アイコノクラストとは、えー、製造破壊者。なんかすごいタイトルだな。えー、8世紀から9世紀、中世ヨーロッパのカトリック教会で起こった、成人の、えー、画像、画像礼拝監修を打破しようとした人のことを言う。そこから、飲酒打破を唱える人を指す言葉になっている。安倍総理を、飲酒打破を唱える人と、大いに持ち上げた本であると。はい。<laughs> 大いに持ち上げた。安倍さんを大いに持ち上げた本です。全部英語なのかな全部英語なのかな頑張ったら読めるかなでも読んでみたいよね。これね。これはぜひこれ。 安倍さんファン、ね、必見の本だね、これ。これ、すごいね。ちょっとごめん、ね、ちょっと興奮して、ちょっと落ち着きます。ちょっと落ち着く、ちょっとく。熊さん、ちょっと落ち着こう。落ち着こう。はい。え、著者は、え、目下新進気鋭のジャパノロジストとして注目されているトバイアス・ハリス氏。はい。同志は、え、政治戦略コンサルティング、ティ、え、ティニオ・インテリジェンス、本社ニューヨークのえ日本政治アナリストであると。はい。 <laughs> <laughs> えアメリカのマサチューセッツ州にあるブランダイス大学を経て、イギリス・ケンブリッジ大学で哲学修士号を取得後、フルブライト小学研究生として、東京大学社会科学研究所で日本政治を研究する傍ら、浅尾慶一郎参院議員、当時のスタッフを務めたこともある、あこれ、日本に相当詳しい人だね、これね、参院議員のスタッフを務めてたってことは、日本政治に相当詳しくなってるよね。 <laughs> で、無論え、日本語はペラペラ。日本の正解の情報は、ハリス氏のもとに淀むことなく届いていると見ていいだろうと。はい。日本の正解の情報を全部知ってますっていう方はね。うん。で、拉致問題で一躍主要政治家に、えハリス氏はこう言い切るえ。一度政権を放り投げた安倍氏が、放り投げたわけではないんだけど、ま、あいいや。 えー、放り投げた安倍氏が第二次政権を樹立。その後、えー、ジュニアポリティシャン、えー、下会の政治家から一躍脚光を浴びるシニアポリティシャン、主要政治家になった最大の要因は一体何なのか。はい。それは安倍氏が北朝鮮による日本人拉致問題を取り上げた最初の日本政治家だったからだということですね。はい。えー、2020年9月、当時の首相、えー、2020年の9月 <laughs> えー、2010年じゃないのかなこれ。うん、まあ、い,いや。えー、当時の首相、小泉純一郎氏とともに、平壌に乗り込んだ、えー、安倍氏、えー、安倍、当時、当、当時は官房副長官だね。に対し、えー、キム・ジョン・イル、えー、朝鮮労働党初期、えー、これは個人だね。もう亡くなられましたね。はい。肩書きは当時、はい。は、北朝鮮が日本人を拉致したことを認めたと。えー、これは世界にショックを与えた。確かにあの衝撃すごかったね。だって北朝鮮のトップがね、はい、私たち、日本人を拉致しましたって、堂々言いやがったわけだからね。うん。でこの ペヨン今まで表台に取り上げて、取り上げられてこなかった拉致問題を政治の優先課題にさせることで、安倍氏はもはや若いジュニアポリティシャンから勇気に満ち満ちた行動する政治家になったのだ。安倍氏はそれまでえ拉致問題には関心を示そうとしなかった与野党の政界のエスタブリッシュメント、規制体制に挑戦したのである。これ実際そうなんだよね。当時の自民党もね、あの、拉致問題にはね、 基本的に興味を示ししませんでした大きな声を <coughs>。大きな声で拉致問題を言うなと、はい、であんなこんな問題を取り上げようとしてる安倍はちょっとおかしいみたいな声が当時、実はあったんですよ、それでも安倍さんはこの、この拉致っていうのは解決しなきゃいけないって言って、ずっと動き続けてきたんだよね。 それが安倍さんだったんですよ。で、それ以前の安倍氏はどうだったのか。ハリス氏は、第一次安倍政権の失敗の要因についてこう分析する。はい、どう分析するんでしょうか。安倍し、安倍晋三氏は祖父岸信介元総理の政治理念に大きく影響を受けている。岸氏は天皇中心の軍事力を備え、備えた独立した戦争責任などについて弁明しない国家観を持っていた。安倍氏はこの国家観に感化されていた。安倍氏は2006年に総理大臣に就任したとき、アメリカとの軍事同盟強化を強く望む自民党 党の戦後世代のリーダーだった。その一方で同氏のえ修正主義的歴史観は中国や韓国の反発を生み、緊張関係をもたらした。安倍氏は保守派の極右の考えを持っていたことから、日本社会の多くの人たちの懸念や怒りを増幅させていた。はい。政治経験の少なさに加え、イデオロイギーについて語りすぎた。さらに年金問題をはじめ数々のスキャンダルに見舞われた。この時のスキャンダルすごかったね。知ってる人いるかな。すごかったんだよ。<ん>安倍氏は空気が読めなかったのであるっていう。<laughs> お、わりと散々。 そんなこと言うな。<laughs> 安倍さん一連政界でも結構頑張ったんだけどな。うん。 ま、いいや。最大の功績、官僚人事を官邸主導へ。確かにこれはね、すごかった。よく考えてたと思う。うん、ところが、2012年に政権に返り咲いた安倍氏は、第一次政権での失敗から多くのことを学んだ。はい、これね、なんかね、第一次政権のことをね、安倍さんノートにまとめてたらしいんだよね。うん、で、そのノートをもとにね、第二次世界大戦をきちんと運営していたらしいですよ。うん、これすごいよね、うん。以前の自分はまさに、ザ・エコノミー、まあいいや、経済を知らないバカだということに気がついた。はい。 安倍氏は経済専門家たちの助言に耳を傾けた。そして12月12日、いわゆるアベノミクス、金融緩和と財政出動と成長戦略の3本の矢を放ったのだ。さらに国内政策では官僚人事をえ総理官邸が一括して管理する内閣人事局を新設させた。これは安倍政権で最も重要な法改正だった <coughs>。これにより総理大臣が日本政府を牛耳っている官僚トップの人事をコントロールできるようになり、官僚たちは所属する各省庁よりも総理大臣に忠誠を 誓わざるを得なくなったこれはね 非常にうまかった。これは本当にうまかったと思う。で、もう一つは、野党の激しい反対を押し切って、特定秘密保護法を作ったことだ。この法律は、日本の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿に関する必要がある情報を指定し、取扱者の適正評価の実地や、え漏洩した場合の罰則を定めたものだ。これにより日本は、アメリカをはじめとする同盟国に対し、これまでできなかった支援が可能になった。これも非常に大きかった。これ、本当に大きかったよね。<laughs> あんまり取り上げないけどね。これは大きな功績の一つです。こうして え、数々の成果を上げてきた安倍氏は、歴代自民党政権が目指してきた憲法9条改正を目指した。しかし世論には、え、改正反対が、あ、依然として被害的だ。少なくとも安倍政権での改正には強く反対している。安倍氏としては、1年延期された東京五輪とパラリンピックを総理大臣として滞りなく終え、安倍政権のレガシー遺産を支えに、後継者へのバトンタッチをと考えていた。そこに新型コロナが直撃したのだ。<laughs> 新型コロナウイルスが直撃したんです。 外的脅威から日本国民の生命と財産を守る強いリーダーとしての安倍氏の名声は、コロナ禍により劇的かつ回復不可能なメダメージを受けている。何事にも動じない。世界にかたる国家だと信じてきた日本国民の信念はこの、コロナ禍の前には弱々しくなり、長期的に日本の経済力もコロナ禍以前に戻る見通しは立たなくなっている。そんなことはないと思うんだけどな。 そんなことはないと思うんだけどな。マスコミが異常ないに書き立っているだけで、日本経済っていうのは全然強いと思うし、結果としてコロナのさ、犠牲っていうのは、各欧米諸国と比べたら小さいよね、日本って。随分頑張ったと思うんだけどな。<laughs> ま、どう伝わってるのかな。 まあいいや。安倍政権はいつまで続くのか。世論調査の安倍氏へのえ支,持も支持率も急落し、同志の健康問題も浮上し、後継者争いも賑やかになってきた。こうした状況下で安倍氏が首相を辞める前にどうしようもやらなければならない仕事が一つあるとハリス氏は書いている。それは新しいものを再び作り出せる。新しい指導者にスムーズに政権を渡すこと。それを確かなものにすることだ。これは確かに大きな大きな仕事の一つだね。うん。 安倍氏は、えー、プラグマティックでリスクを恐れないステイツマンシップを発揮した。安倍氏はその意味で、その意味では確かにアイコンのクラスと飲酒を打破する人だった。はい。いしょ。 えー、ボーゲル氏が絶賛。岸信介から安倍晋三に至る日本政治史。ハリス氏の身長はアメリカのに、えー、アメリカの日本政治研究者の中でも、間で、早くも高い評価を得ている。書評用に発売前に一部関係者に配布されたアドバンスコピーを読んだ何人かのジャパンのロジストは、以下のようなコメントを出している。<laughs> 大絶賛ですよ。えー、エズラ・ボーゲル、ハーバード大学名誉教授。日本政治史上最も長期政権を担当している安倍晋三氏の素晴らしい一大記 それだけですごいねえ。すごいな。ハーバード大学の名誉教授が、安倍さんのことを、の、やったことに関しては、偉大な業績と言ってます。すごいね。えジェラルド・カーチス・コロンビア大学名誉教授え。史上最長政権を達成している、安倍晋三氏の政治と政策を包括的に記録した、素晴らしい年代史だ。はい。マーチン・ファクラー、元ニューヨーク・タイムズ東京支局長。 ハリス氏は21世紀で起こった政治的カムバック物語の一つを巧みに描いている、それは安倍晋三氏のカムバックというのではなく、日本自身のカムバックストーリーにもなっている、確かにね、あの民主党政権の,あの悪夢の時代からのこのカムバック、た10年足らずでここまで復帰したというのは、確かにね。 確かにね、これ奇跡のような復帰なんですね、おそらくね、うん。アメリカもそれがよく分かってるんだよね。マスコミ、日本のマスコミ全然報じないけどね。うん、ハリス氏は、カラフルな逸話と洞察に満ちた分析で、著名な政治家一族の安倍晋三が、アイコンのクラストとして、いかにしてこれほど見事なまでに挽回の第2幕目を演じ切ったかを書いている。確かに一時政権最後投げ出したって言われても仕方がないような終わり方だったから、 それからするとね、この第2幕っていうのは完璧だったっていう評価になるんだろうな。まあ、そうか。うん。いかにして安倍晋三がタブーに挑戦し、壁を破ることで世界における日本の立ち位置を示し、自信を取り戻すのに貢献したかを描いている。はい。え、安倍総理の自民党総裁としての任期は2021年9月末まで、残りの任期が1年余りとなった現在、日本のメディアは、競った安倍政権7年半の業績が全て水泡に帰したかのような報道していると。はい。とんでもないですね、日本のメディアね。はい。 え、公約に掲げたデフレ脱却は未だ実現せず、新型コロナウイルスの影響で経済は急激に縮小。アベノミクスの果実は水泡に来しつつあり、はい、えー、経済再生には、えー、構造改革が急務だ。はい、時事通信。うん、うん、あの、まだアベノミクスの果実はね、水泡に来しつつあるっていうのは別に安倍さんのせいじゃなくて、あの、世界中どこの国も新型コロナウイルスの影響ってどでかいんですよ。 新型コロナウイルスが生えたのは安倍さんのせいですか <laughs> の、中国のせいでしょ結構無茶言うよね、えー。安倍総理は当面、新型コロナウイルスを最重要課題に挙げ、4月には特別措置法に基づく緊急事態宣言を初めて発令。足元では感染が再拡大する、第2波の懸念が出ている。東京五輪、パラリンピックは2021年夏に1年延期されたが、開催の可否は国内だけではなく、海外の感染状況も関わってくる。だからね、難しいのかもしれないね。ぜひやってほしいけどな、えー。会見について自民党は、 第9条への自衛隊名義を含む4項目の改憲案をまとめたものの、衆参両院の憲法審査会での議論は停滞している。政府、与党内で首相の体調を懸念する声も出ている。はい。これ日本経済新聞ね。ハリス氏が言い放った、安倍晋三は愛子のクラストだという評価とはあまりにも対照的だ。はい。もう日本のマスコミはね、とにかくね、安倍さんのことをね、ボロクソ書いてるんですよ。 <laughs> で、基本的に日本のマスコミの新聞とかテレビしか見ない人って多いじゃないですか。だから日本国民っていうのは安倍さんがアメリカでこんなにとんでもなく評価されてるっていうことを知らないっていうことですね。はい、最後いきますよ。えー、最も扱いづらいアメリカ大統領二人を手玉に。はい、これがね、多分ね、アメリカがね、安倍さんをね、評価する点だと思いますよ。はい。確かにね、<laughs> この二人のアメリカ大統領は厄介極まりなかったよね。うん。 え、日本にも駐在したことのある、元国務省高官の一人 A 氏と、元大手新聞東京特派員だった B 氏に、ハリス氏の身長を叩き台に、安倍氏の政治について採点をつけてもらったと。はい。A 氏は、全体的な印象として、政治的スキルは A をつけた。はい、素晴らしい。え、これだけの長い期間、政権の座についていること、総理官邸に権力を収集させ、新しい国家安全保障ストラクチャーを作り上げた。はい。憲法上、法改正での何が達成できるかを査定したことは、歴代政 は素晴らしいはい、え政権復帰後2回の衆院選3回の参院選では勝ち続けたえ選挙で勝ったから政権を維持したのだがなぜ勝ったのか野党が弱いこともあるけれども、はい、政策や政治理念が国民の共感を呼んだから選挙に勝ったのだもう実際そうなんですよマスコミはね野党が弱いから他に選択しかないから自民党なんだとしか言わないでしょ としか言わないんですよ。ただ、外から見ているアメリカは、やっぱりね、政策や政治理念が国民の共感を呼んだっていうふうに分析をしているんです。 この辺マスコミ報じてほしいんだけど、嫌だろうね。はい、これ注意書き、注意書き、注意書き。はい。安倍氏は自民党総裁としては、衆院選で3回勝利しているが、最初の1回は、野田義彦首相民主党政権のね、が衆院、衆院を解散し、安倍自民党が勝利して政権に返り咲いた選挙。はい。B 氏は外交政策では A マイナス、ないし B プラスをつけた。これだという成功例はない。対韓国外交は不十分。無論相手がどうしようもないこともあるだろうが、いや、あのね。 どうしようもないんだよ。だって韓国今アメリカというよりはさ、中国に寄りかけてるでしょ。もうそんな国相手に外交者ってどうしようもないんだよね。<laughs> で、え、対ロシアではウ、ウラジミール・プーチンえ大統領と歴代首相としては最も多く会談したが、北方領土問題では何の成果もなかった。逆にね、逆にね、思うんだけど、北方領土問題で成果が上げられる日本人っているのかないる微妙じゃない 多分今後、北方領土問題で成果を上げたって評価される人が出てきたとしても、それはね、多分ね、あね、ロシアが勝手に傾いて、その傾いたことで、北方領土に関して、日本にとって何かいい影響があったっていう時に、たまたま総理大臣やってた人。 が、北方領土で活躍したねって言われるだけの話だと思うんだけどね。誰がね、総理大臣やってもね、これ以上の成果ってないと思いますよ。<laughs> え、最も,も日本国民のほとんどは北方領土が戻ってくることなど期待してもいないはずだ。いや、ま、期待してないことはないんだけど、難しいなと思ってます。はい。え、対中外交も習近平国家主席の独善外交の煽りを受けて先行き不透明な状況が続いているが、つかず離れずの状態で安定しているのではないか。うん、まあ、そうかもしれない <laughs>。対米外交では安倍氏はバルク、バラクオバマとドナルドトランプという。 最も扱いづらい大統領をどう扱うかに長けていた。おそらくね、これ世界の首相の中で最もアメリカのね、この厄介な2人の大統領を扱うことに長けている総理だったと思います。安倍さんが日本にいてよかったね、本当ね。<laughs> 全体的に見ると安倍氏は世界中の国々、韓国を除けば、はい。韓国を除いた世界中の国々からは、日本はポジティブな国だというイメージを確立した。これがすごい大きな成果だよね。そして、経済は A 氏、B 氏ともに B ないし B マイナスをつけた。どの国の政治指導者も、どの国の指導者も、ファンダメンタルズが現在のような状況であれば、どんな政策を実施しても結果はさほど変わりないだろうから、はい。で、そしてコロナ対策は C ないし C マイナスだった。これはあんまり良くなかったのか。うん。100年に1回あるかないかの新型コロナウイルス、 の奇襲を受けて連立連夜の激務を続けてきた安倍総理一寸休んだだけでやれ健康不穏だ持病がまた出た悪化したと大騒ぎする日本のメディアはいバカにされてますよ日本のメディアはいえ誰一人としてしばらく休養されてはいかがと優しい言葉を一言でも言えないのは日本のポリティカルカルチャーなのかはい本当そうだよね だってさ、日本の一番大事な人がさ、体調悪いかもって言ってるんだよ。少し休んでくださいって言って当たり前だと思うんだけどね。うん。まあ、そんな人はマスコミにはいないんだね。はい。ハリスという今最高に冴え渡っている、冴えたっているジャパノロジストから、え、安倍の愛子のクラストロン。はい。その新庁の紹介があてら、安倍総理の一刻も早い回復を意境の力祈っているという記事でございました。いやー、いいね。どうですかね、安倍さん大好きな人たち。 やっぱりね、安倍さんですごいんだよ。こんな本出ちゃうんだよ。こんな日本のソリ他にいたいないよねいないよねなんか冷たい冷めたピザとかなんか言われた人はいたけれども、うん、まあ、トラストミーとか言った変な人もいたけど、こうやってね、アメリカでね、うん、安倍はすごいって言ってこういう本が出ちゃうんですよ。これ、手に入れたいよね。手に入れて翻訳したいよね。これ日本語版出ないかな日本語版出ない,いや。日本のマスコミはこういうの発売してくれないだろうから、これ、英語版手に入れとくか。 ね、安倍ファンの皆さん、これ、手に入れときましょう。はいというわけで、どうでしょうか、はいあの、やっぱりね、マスコミはね、なんか安倍さんのこと、を叩いて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 叩きまくるけれども、やっぱりね、日本のね、これ、書いてある通り、はり、い、韓国と一部の日本のメディア、を除いたね、それ以外からはね、非常に高い評価を受けているんですよ。 ね。安倍さんのこういう面ってやっぱりもっと知りたいよね。はい。熊さんね。こういう記事を見つけたらね、またどんどん動画にしていきますからね。はい。こんなじでね、熊さんね、あのー、何でしょうだ、ね、う。安倍さんのねやっぱ、やっぱり安倍さんすごいよねって記事を見つけたらね、どんどん動画にしていきたいなと思っておりますので、え今後とも、えー、もしよろしければ熊さんのチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。というわけで、えー、熊さんの動画を終わりたいと思いますが、安倍さん、安倍さん、あと1年、もっと本当はもっとやってほしいけど、もしあとは1年で終わるとしたら、あのー、今まで本当お疲れ様でした。はい。本当にね、安倍さんすごいよ。 よく、よく頑張って来られたよ、本当に。安倍さんのおかげで日本は随分と立ち直りましたよ。で、あと一年少しね、まだある、2期間あるわけですよ。うん。憲法改正やってくんねえかな時期的に無理なのかな次の選挙の争点何ですかね消費減税か憲法改正かどっちかねうん、自民党を動かすためには消費減税とかになるのかなうん、どうかなどうかなでも憲法改正やってほしいんだけどな。でもね、とりあえず、 これまでのね、安倍さんのね、あのー、やってきたことっていうのが、やっぱり海外ではこれほど大きな評価を受けているということはね、日本人として素直に喜びましょう。ね。気持ちいいよね。気持ちいい記事でしたよね。はい。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。